鹿児島中央駅から徒歩5分、薩摩シムジャハヤト鹿児島中央駅東口店さんにお邪魔しました。本日オーダーしたラーメンはこちら、ハヤト版坂の上スペシャルです。店長といろんなラーメン談義をして楽しんでると着丼です。黒薩摩鶏の白湯スープと豚骨スープの混合でできたこちらのスープは、一見こってりに見えますが、実はあっさりしていて、コクと滑らかさがあり、口当たりのいい美味しいスープでした。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太平打ち縮り麺です。麺をすすってみます。平打ち麺にありがちなコシのなさはなく、逆にしっかりとしたコシがあり、美味しい麺です。さらにこの縮れ具合は程よく、しっかりとスープと絡み、口の中まで運んでくれます。こちらのハヤト版坂の上スペシャルは、ごぼう、野菜、チャーシュー、海苔、半卵が入った、その名の通りスペシャルな美味しい一杯です。そしてチャーシューを食べてみます。こちらのチャーシューはトロトロ感がとてもよく、じっくり丁寧に煮込まれているように感じさせる美味しいチャーシューでした。さらにこちらの煮卵ですけども、半熟具合が絶妙で、口の中に黄身がふわっと広がってきます。半分ぐらい食べ終わったところで薬味を入れていきます。ごまとブラックペッパーをちょちょいと 3,4 回ゴリゴリっとこすり、そして店長おすすめの柚子胡椒を入れて、こちらのスープとよくなじませて混ぜ込んでいきます。そしてスープを飲んでみると、これが意外にもこちらのスープとよくマッチしていて、柚子の香りもよく、全体的にさらに味が引き締まったように感じる味変です。さあもう一度麺を食べてみると、こちらの麺も柚子が少し入っているせいか、香りもよく、さらに美味しく感じれるようになります。麺を食べると三つ葉が麺に絡み、シャキシャキッと心地いい食感も残し、美味しく麺もいただけます。さあ食べ終わったところでスープを飲み干していきます。本当にね、飲みやすいスープなので、最後までススッとあっという間に会員できちゃいます。会員完食です。わっ、全部うまかった。ごちそうさんでした。腹いっぱいです。じゃあ